はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ、タイムマスター、新しくね、新コインボス出ました。まあ朝一からね、ちょっとねサポート攻略したんですが、まあちょっとね朝とは違うね構成でね、あのライブとかで頑張ってて、これが僕ね、もう一番スッキリしたなっていう構成、はい、サポート構成ね。まあ2種類あるんですけども、まあどちらも安定的に倒せるんですが、まあ、ややね、前半に紹介するもの方がちょっとね、失敗するとグダっちゃうかもしれない。うん。まあ、なのでね、ちょっと2パターンご紹介します。まずはこちら。自分盗賊ね。うん。そして、ブラウニー、旅芸人、魔法戦士となっております。うん。で、自分、まあ、装備なんですけども、こちらね。まずは呪文耐性。そして、氷腕の月飾りとなっております。これはね、氷、闇より氷があった方がいいんだけど、これでもまあ耐えれるかな。なかったら 500×2 回とダメージね、食らっちゃうので、即死しちゃうんだよね。なので、呪文耐性と氷腕の月飾りを、これを必ずね、装備してください。うん。で、あとできればベルトなんですけども、悪魔系。もしくは、まあ今回ね、ちょっと魔線入れてるので、ダークフォース使うんですよ。うん。おやおや、闇ですかい？ 0.8 倍ですよと思うよね。ダークフォースって土のね、耐性の特技、土の属性の特技もつけるので、なので土がね、優先されるのよね。弱点属性として。なので、さらにベルトが土の特技のダメージがあれば、まあそっちの方がいいのかなと思います。うん、僕たまたまあったね、これ。お、ラッキーと思ってこれ装備しました。はい。はい、続いてブラウニーなんですけど、まあ、この子が、呪文耐性と、さらにね、氷腕の月飾り。これも同じですね。うん。で、ベルトが一応土の特技、となっております。うん。で、あとね、僕もう一つ思ったのが、これね、旅芸人ね。旅芸人で、この攻撃時減枠、これある方、まあ、結構ね、今、デュラハンとか、流行ってるよね。うん。ね、なので、そのデュラハンで、結構攻撃時減枠があるよっていう方いると思うので、結構。まあ、旅芸人探してもらって、減枠をね、雇った方がいいかもしれない。減枠があると、めちゃくちゃ楽です。で、あと、魔法戦士は、とにかくね、氷腕の月飾りと、呪文耐性をね、持ってるサポートを雇いました。うん、ポタージュさんだけあれかな、ノラかな。うん。あ、そしてちょっと説明忘れたんですけど、一応爪ですね。うん、盗賊爪を装備しております。こちらが爪のね、火力はね、ちょっとね、強化されたんだよね、かなり前にね。うん。で、この爪の画心昇胆回3、うん、これがとにかく強いんだよね。画心昇胆とさらにウォークライ両方つくので、ついたとき、めちゃくちゃ耐火苦労のダメージが跳ね上がる。うん。なので、爪で大丈夫です。はい。では行きましょう。とにかく盗賊のポイントとしては、よいしょ。サプライズラッシュ。これが一番決めて。うん。まあ、とにかく最初は耐火苦労かな。タイガークローでとにかく下げてって、お、いいね、必殺も来たね。いいね、ほら、ブラウニーね、ショック与えるんだよね。かなり強い。で、さらに言えば、おい、盗賊はめれるからね。おいしょ、さ、来たね。ガシン昇胆来て。おいしょ。さあ、ちょっと、ファントムファックのリバースターンも、おいしょ。さあ、ショック与える。で、あとは、ライガークラッシュで。さあ、クロックアップ来るでしょ。さあ、その、サプライズラッシュ。で、黄色になったらタイムストップがあるので、これ必ずサプライズラッシュを、はい、重ねてください。もう、これで大丈夫。あとは、納金でガンガン攻撃して。もう、ここだけだね。ちょっと、気をつけないといけないべき。ね、めちゃくちゃ強いですよ、ブラウニー。やばいんだよ、ブラウニーのスタンが。めちゃくちゃ結局、これね、じゃあ、高木ちゃん、あれですか。あ、ゲーム入ってるからもういい。エーペチのニードルマンとかいいんじゃないですかと思うよね。あれね、あんまり入らないかな。やったんだけどね。
エーペチのニードルマンとかね、キラーパンサーだとね、やたらとブラウニーのスタンは入るんだよね。はい、1分37秒早くて1分17秒だったかな。うん、結構安定して倒せる。うん、結構スタンさせるしね。はい、そしてまあ先ほどの構成もかなりちょっと安定はしてたんですけど、さらに上行く安定構成がこちら、ドン。はい、戦士、闇縛り、旅芸人、魔剣士、この4構成ですね。うん、まあ闇縛りは正直ね、魔法戦士でもいいと思う。でなぜかというと、こちら先ほどね、旅芸人の話をしたじゃない、攻撃時減枠、あれを持ってるんであれば魔法戦士でもいいんだけど、まあ今回はね、この減枠入れる役なんだよね。とにかく減枠入れて、ミスさせる、あの分回しだとかもミスさせるっていうようなのが目的が闇縛りです。ただし他のね、呪いだとかボミオスだとか、あとヘナトスかな、そういうのも結構入るから、まあ使えるっちゃ使えるんだよね。麻痺とかは入らないから、結構呪いも強い、呪いも行動不能で強いから、闇縛りはおすすめかな。まあちょっと闇縛り育ててないよという方は、まあ攻撃時減枠のある旅芸人を誘って、魔法戦士を入れてください。で、戦士なんですけども、戦士の目的としては、まああの、新刃でヘナトスということと、まあ硬くて死ににくいということと、チャージタックルかな？うん。うん。そうだよね。で、あとは耐性は呪文耐性で、まあ、ベルトがね、悪魔系。まあ、フォース乗ってないんでね、悪魔系にしてください。で、もちろん氷ね、小兵の月飾りを装備してください。そして、魔剣士。おいおい、高木ちゃん 0.8 倍で、闇耐性ガンガンあるじゃない、こいつって思うよね。まあ、そうなんですけど、暗黒連撃ね、でもね、結構ね、ダメージ入れてたよ。で、さらに、目的としては、安定ということなので、クロックアップかな？途中である魔力覚醒、早読みの杖。これね、これをどうにか消したい。ということなので、バッチリ頑張れにしてください。バッチリ頑張れ。バッチリ頑張れにね。うん。さあ、ということでやっていきましょう。安定攻略、ドン。これね、ちょっと全然話ちょっと変わんないけどさ、タイムマスターを見るとさ、なんかさ、ニッカポッカ入ったさ、工事現場のさ、親方に見えるんだけどね、おい、ちょっと今日もやるぞ、今から仕事とか言って、おい、たけし、たけし、木材持ってこい、木材とか言ってね、おい、ちょっと今日、昨日飲みすぎてよ、前がしっかり見えねえんだとか言って、ちょっとお前ら二人見えるぜとか言って、幻惑かかったりね、まあ、そんなような、なんかね、タイム、ちょイメージなんだけど、ごめん、ちょっと、申し訳ない、倍賃かけ直しされたね、今。さ、ブレイブチャージ、チャージタックルは残しとこうね。そんなね、ニッカポッカ入ったとっつぁんにしか見えないんだけどな、もう。なぜこのモンスター選んだか、ちょ、わからんけどね。ほらね、もう幻惑入ってて、常に幻惑入ってて、強いんだよね。うん。まあ、しっかりこれ、避けようね。よいしょ。さあ、安定の3999のダメージをね、やるので。さあさあ、魔力覚醒と入ったんですが、いてつく波動で、よいしょ、やってくれるよね。さあ、呪いもかかってる。ほら、いてつく波動、オッケー。ああ、遅かったね。うん。よいしょ。さあ、大丈夫。ほら、幻惑に入ることによって、これね、めちゃくちゃ強い。あと、ヘナトス巻いてるから、火力も下がってるんでね、ダメージはあんま食らわないっていうね。よいしょ。まあ、先よりちょっとね、時間はちょっとかかっちゃうんだけどね、どうしてもね、安定的に倒したいよっていう方はこっちの方がおすすめかな。さあ、来た。で、チャージタワーはね、タイムストップに合わせようね。よいしょ。さあ、あとはガンガン行こうぜ。よいしょ。あ、ちなみにですが、鎌持ってる魔剣士がおすすめかな。鎌持ってる魔剣士が。よいしょ。さあ、分回し。さあ、呪い攻撃も。はい、ミスっていうね。ほら、強いよね。常に幻惑って。闇縛り、これがちょっと有能かなと思うんだよね。
よいしょ。さあ、しばちゃんに電話からの、よいしょ。はい、簡単と。まあ、多少ちょっと時間かかるけどね。2分37分、1分長かったよね。ただ、本当に安定はする。幻惑はやっぱ強いかなって思う。確実に与えるのがね。人と組んでいこうかなと思っております。まあ、人気なのが、まあ、武道家だとか、そういった後に魔戦とか、盗賊とか、旅芸組んで やるよね。で、僕ちょっと、気になったのが、やっぱ盗賊と武道家じゃなくて、盗賊2で行った方が、安定するんじゃないかとね、サプライズラッシュで。まあ、必殺もあるしね。で、さらに、盗賊、はい、ドン。まあ、近年ね、ハンマーとかね、結構ね、装備されてる方多いと思うんですが、まあ、爪ね、爪盗賊、コロネ爪盗賊も結構ね、火力は、まあ、出るとは思います。まあ、スキルないんで、確か爪強くなったんだよね。で、ガシン召喚回もね、これかなりね、攻撃力アップとさらにウォークライもつくっていうね、火力もあったので、まあ、爪盗賊2で完封できるんではないかと、思いね、ちょっと、まあ、盗賊に、旅芸、魔法戦士といったね、パーティーで行ってきたいと思います。では早速ちょっとね、人をね、組んじゃいましたと。では、行きましょう。OK ね、よろしくお願いします。皆さんの、用意は OK ですかっていう時の合図ですね、これ。はい、OK です。行きましょう。はい、ニッカポッカ入ったね、ちょっと土方のね、あ、おっちゃんね、酔っ払った後のね、二日酔いの後の酔っ払ったおっちゃんがね、いや、ちくしょう、今日も仕事やっか、みたいなね、そんな顔しながらね、襲ってくるっていうね、ちょ、危ないですよ、あれ。赤いね、キラキラしたものを振り回してくるんでね。さあ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。さあ、リバースターンは、地面のね、これ、いてつく波動あるから、ちょっとちゃんと避けようね。まあ、とにかく黄色になるまね、ガンガン、よいしょ、いいね、いいゲーム枕。タイガークローで。で、フォースベルク、あれダークフォースなんだね、これ。なるほどね。で、来た、これで、よいしょ。さあ、一気に行きましょう、ゴッドスマッシュ。よいしょ、光再生も下がって。お、いや、珍しいね、下がるのね。さあ、ロックアップの、よいしょ。さて、来た。さ、黄色のサプライズラッシュ、これを、はい、これはね、大事ですからね、盗賊さん、これ、唯一これをやるために盗賊 で生かされてますからね、外されるとね、盗賊の意味って、てんてんてんってね、白チャット飛ばされるから気をつけろ。盗賊の意味あるのみたいな。これね、これ落標。これをね、評判がないとね、一発で死んじゃうから気をつけて。よいしょ。よいしょ。ここ、とにかく、納金でタイガー。わ、強いよね、やっぱり。ほら、1000だぜ。1000だぜって。一発1000ですからね。ありがとうございます。はい、簡単。盗賊に。まあ、最悪あれ外しても、もう一人の盗賊がサプライズラッシュあるしね。なので、かなりスタン攻撃は満載なのね、この構成。ということで、まあ、今回ね、あと、合成効果は悩んでるんですよっていう方、ちょっと多かったんだよね、ライブで。まあね、僕のおすすめね、あくまでも僕の個人的おすすめですよ。まあ、神地の指輪はね、これ確定だね、確定。100% で早読み。これはね、もう譲れないかな。やっぱり早読みだよね。で、詠唱時間短縮が残ると、呪文威力上昇が残るっていうのが、まあ、どっちかで多分、分かれると思うんですよね。まあ、もちろんね、両方作れる人はね、両方作ってもいいと思うんだけど、僕だったら、時短短縮かな。まあ、なぜかというと、まあ、基本的に魔力覚醒なんだよね、呪文の威力上昇が残るのっていうのは。魔力覚醒って、やれる人って武器を選ばずにやれるんですよ。竜術師もそうだし、魔法使いもそうだし。で、まあ、なんなら賢者もね、祈りさえやれば、ね、威力は上がるんですよ。ただ、詠唱時間短縮だと、早読みの杖をやらないといけないので、両手杖を装備しないとダメなんですよ。なので、魔法使いだったら探検装備しててもね、
早読みの杖ってつかないから、なので早読みの杖を残る方法の方が僕はおすすめなのかなと思っております。死亡時 10% で、うん、早読み杖の方が残した方がいいなとは思います。で、こちらね、軍神の指輪、これね、はい、もう僕これはちょっとね、軍神の指輪これでいいかなと思ったんですけど、回戦時 100% でバイシオン、これなんでバイキルトじゃないねんって思うけどね、うん、これ気をつけてくださいね。回戦時 100% でバイシオン2つつけたら、もしかしたらじゃあバイシオン2回、2回行ってバイキルトになるんじゃないって思う方、これね、バイシオン1回しか効果ないです。どんだけ2個つけようが3個つけようが、うん、ただし、途中で僕ライブであったんですけど、ミニアのね、力がアップする効果っていうのがあったんですよ。それのおかげで開幕バイキルトついたり、はい、こちらね、宝珠の始まりのバイシオン、これを合わせてバイキルトになる可能性はあります。うん。ので、まあ、これ好みなんだけどね、正直ね、この 100% バイシオンは、あんまり今の現段階だとちょっと僕の行くコンテンツだと意味がないかなと思う。うん。まあ、デルメゼとかのパラディン構成とかだったら、まあ、欲しいよね。ぶっちゃけ言うとね。さらに言えば、まあ、デルメゼで武道家が最初で風切りの舞をやらなくていいっていうね。まあ、そういう利点はあると思うんだよね。復讐じゃねえ、開幕のバイシオンとね、回戦時 100% のバイシオンが一緒になってバイキかかればね、そういう利点はあるんですけど、例えばね、通常の日課討伐しますよだとかだと、そう、旅芸人と一緒に行きますよね。コインボスとか、まあ普通にね、エンドコンテンツ行く際っていうのは、レンジャー一緒に行きますよ、旅芸人一緒に行きますよ、まあ、いわゆる範囲バイキつけるやつ一緒に行きますよっていう構成で行きますよね、大体の人は。うん、まあ、なのね、死亡時 30% で攻撃力上昇が残る。でも、どっちでもいいと思います。これは好みかなと思います。まあ、もしかしたらワンチャンですね、心装備で、回戦時、バイシオンかかるよっていう効果を持った、まあ、キャラクターができるかもしれない。それと合わせ技で、回戦時バイキルトになるっていう可能性もあるので、まあ、これはこれで残しとくのも手だな、とは思いました。まあ、なのね、じゃあどっちがいいのって、まあ、普通に死亡時 30% 攻撃力上昇が残るでいいと思うし、ね、宝珠で僕はバイシオンつけてますと。さらには心装備がもしかしたら来るかもしれませんので、一応作っときます。でもいいと思う。どちらでもお好みで、うん。まあ、急いで作らなくていいよっていうね、結果論はね、急いで作らなくていい。まずはね、こっちの指輪完成させればいいんじゃないかとは思います。うん。はい。はい。ということで今日はですね、サポ構成で安定攻略っていう動画でした。はい。タイムマスター、まあ、この構成じゃないとダメっていうボスではないので、かなりね、優しく、作ってるボスだと思うんでね、ニッカポッカのね、来たね、はい、大将をね、はい、倒しに行ってみてはいかがでしょうか。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。